はいえー、こんにちは、レールの沙羅です。えー、っと、あちょっとね、いつも違って、あの雑談というか、誰事というか、えー、コンピューターでも音楽でもない話なんですけど、ちょいとお付き合いください。お金に関わるお話です。お金とマインドですね。昨日ね、昨日の経験したお話なんですけどもね、ま一生懸命ね、お仕事しても疲れちゃったもんですんで、 えといつも行ってるあのマッサージ屋さん、えー、夕方行ったんですよ、仕事終わった後ね。えー、そしたらね、あのやってくれたのが、ね、若いお兄ちゃんで、元気のいいお兄ちゃんでね、えー、なんかお話が大好きな人みたいで、いろいろと話しかけられるんですよ。<laughs> それで、うん、そうなんですか、いろいろ喋ったんですけどね、で、あのな,なんかの表紙でね、 その自分の収入みたいな話になって僕はねあので大して収入がないんでどうのこうなんて言い出したからねなんかそのあたりでね「おいおい君あんたそんなふうに考えちゃだめだよ」って <laughs>、えーあの「腕さえ良ければさあの3000万でも何千万でも稼げるでしょ」って言って。 言ったのほら、あの、た楽,楽しんごって言うんでしたっけ芸能人で、えー、っと、そういう施術やってマッサージがすごく上手い人なんじゃなかったでしたっけえー、で、えー、ね、たっぷり稼いでるなんて話も聞いたもんですから、ほら、楽しんごみたいな人いるじゃないみたいな話を <laughs> したらね、あの、あなたはもう腕次第なんだから、もう稼ぎなさいよみたいな話をしたんだけど、そしたらね、いや、僕はそんなに、あの、 このの仕事で稼げるとは到底思えませんのって言い出すのでなんか夢のないこと言うなーと思ってで普通だったら「うーんそうなの?」で別に切り上げちゃうところなんですけどもあのまだまだ若いまああの素朴なわばれる人じゃなさそうなお兄ちゃんだからねついついこっちも本気でしゃばってしまってでそ,そ,そんなことないだろうって言って何で,なんなんでその自分はその 収入低収入にしかなり得ないと思うのみたいな聞き出すとねだってもし自分がそのえっ、ー、とマッサージなんかを頼むとしたらねえっ、ー、と絶対に4000以上はお金出そうなんて思いませんって言うんですよ。えー、いやだけどさあなたが例えばね 年,収年間所得3,000万ぐらい稼ぐ方だったとしたら本当に価値のあるものだったら4,000どころか4万ぐらい出すよ出すと思うよってねそんな話熱い熱い話が始まってねブロックがかかっちゃったんですよその人の,あの,その若い兄ちゃんなんだけどあのお金は入ってこないっていうふうになんか思い込んでいて。 えー、でそう思い込んだらやっぱそうなっちゃうんですよ、あ本当ね、このところ最近つくづくそう思ってて、目いっぱい努力してね、まあ、努力したから必ずも全部報われるわけじゃないんですけれども、えーとまあ、良いシュートに準備もして、努力もして、実力も磨いて、で最後にひと勝分のにあに、塗るか、そるかっていうのはね、やっぱ心の持ちようなんですよ。 あのうまくいくはずだ当然うまくいくっていうふうな心持ちでいれば何とかなるんですよ、えー、それはもうほんとね最近あのようやくこの年になってその辺はあの分かってきたっていうかあのそれが真実なんだっていうふうに思えるようになってきたんですけども気持ちの持ちようであのこの世の中なんてどうにでもなるんです、えー、だからその若い兄ちゃんにね あのもうなんか完全になんかこうなんてブロックがかかってるのかその世の中に洗脳されちゃってるのか自分なんかそんなできる子ないみたいなこと言ってるからね違う違うって言ってで,あので稼ぐことになんか罪悪感みたいなのかな俺はそんなにあの稼がなくてもいいみたいな。 と言ってるからさそんなことはないよあなたがいっぱい勝ちいくってことは、えー、と世の中にそれだけその価値を与えたってことで喜ばれたってことなんだがいいんだよって,言ってね。 3000万稼いだらさ、うんと、日本って税金高いから、高額食事会に対してはね、半分ぐらい税金1500万ぐらい払うんだけれども、それだけあの世の中に貢献できるんだからいいじゃないみたいな話をしてね <laughs> そ、そんな、結構熱い、熱い話になってきてさ、まあ、あのなんか若い子の自分みたいな感じで、誰だ、そんなにそのスケールの小さいこと言ったらよみたいな感じでね、うん、熱くなっていました。 あできるんですよまあ,あのいろいろやりようはあると思うんですけれども勉強もしなきゃいけないし仕事も見合わなきゃいけないんですけれどもあの最初にできると思うのかできこないと思うからによっても全然違うんですよ。でででききるるると思えるからできるんで あのできっこないと思ったら、一生は絶対できないですからね <laughs> そそ。そういう話をね、熱くなってて、だからマッサージ行ったんで、これ、リラックスするつもりを、帰って疲れちゃって、エネルギーを放出したみたいな感じなんだけど、こっちが料金くれよみたいな感じで、最後にさ、いや、とてもあの話聞いて勉強になりましたなんて言ってるんだよ、若兄ちゃんね。うん。あのでさ、いや、女、言い方悪かったらごめんだけどさ、あなたは、あの、 もっと夢を大きく持ってさ3000万でも1億円でも稼ぐようなつもりで、あのー、頑張ってよ、ねえー、できるんだよみたいな感じで、あのー、お話をしてきましたうーん、あのー、できると思いますよ、あのー、まあ、して若いんだからね時間はたっぷりあるんだものうん、えー、なんていうふうなことで、ね <laughs> えー、ちょっと昨日の体験談をお話しさせていただきましたじゃあまた会いしましょう